嬉しいな。自民党組織運動本部長小渕優子様より激励の言葉を頂戴いたします。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介をいただきました自民党組織運動本部長の小渕優子でございます。本日は大変お暑い中、またお忙しいところ、こうして大勢の皆様お集まりをいただきまして本当にありがとうございます。そして選挙戦もいよいよ今日で3日目となりました。連日皆様方には小林和弘候補のために本当に力強いご支援をいただいてますことを心から重ねて感謝を申し上げたいと思います。本当にお世話になってます。ありがとうございます。この細田健一先生をはじめ自民党の候補者議席をいただくことができました。このことについても改めて感謝を申し上げたいと思います。この勢いをこの参議院選挙にしっかりぶつけて必ず勝ち抜かなければならない、私はそのように思っております。私はですね、選挙区群馬県ですよ、お隣の。いつもね、新幹線は高崎で降りるんですけれども、今日は燕三条駅で、降りてやってまいりました。同じ政策グループの佐藤ののぶさん、私いつものぶさんのぶさんって言うんですけれども、のぶさんと一緒に今日はこちらに駆けつけてまいりました。もうのぶさんにはですね、もう道路行政ですとか国土強靭化ですとか、もうそのプロフェッショナルでありますので、一緒に力を合わせてこの地域のために私もやらせていただきたいと思っているところであります。皆様方にお伝えをさせていただきたいと思います。それでは小林克弘候補、よろしくお願いいたします。この地域にこうやってたくさんの皆様にお集まりいただきました、心から感謝申し上げます。小林和弘でございます。今日は衆議院議員の先生が4名、さらには佐藤信明先生、本当に多くの皆さんにお集まりいただきました。中でも小渕先生からわざわざお越しいただいたこと、本当に元気が出ます。しっかりと戦っていかなければならない、改めてその決意を新たにしたところでございます。22日にスタートした参議院選挙、ようやく3日目を迎えることができました。毎日毎日地域地域を回らせていただいて、多くの皆様の顔を拝見し、そして応援のお言葉をいただくにつれ、必ず勝たなければならない、私たちが失った自民党公明党の大切な政権与党の議席を奪還しなければならない、今回の参議院選挙絶対に勝つ、広がれ広がれ広がれ、ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしく頑張れ。